清水岳は、富山県黒部市にある山。標高は2603メートル。白馬岳の前衛砲である。富山県登山連盟の富山の百山の一つ。白馬岳から馬場谷温泉へ至る、登山道の途中にある山で、白馬岳の前衛砲にあたるが、黒部川線上地からは立派な山陽に見える。中腹は、鎖場もあるような休憩者である一方で、山頂付近は、 傾斜がなだらかで、高山植物が多い。また、山頂は開けており、周囲の眺めが良い。清水岳は、広い山頂である。山頂付近に残雪があるときは、冷たい水が流れている。県、立山連峰や、遠く、槍ヶ岳から後立山の鹿島槍、五竜岳、石子岳へと続く山脈の眺めが素晴らしい。清水尾根のなだらかな尾根道は、地闘が点在し、 秋なら七日窓のシンクに燃えるような紅葉が、ことのほか美しい。また、清水尾根には、北アルプスではこの辺りだけで見られる宮間花しの部が、咲いている。かつては、高島石森市の働きかけで建設された、清水小屋があり、現在の吹き竹の避難小屋になっている。白馬連山高山植物体にあたり、高山植物が豊富である。馬場谷温泉から白馬岳に至る。 登山道を使って登る。残雪期にもマーカーがしてあるが、潮根の多さなどから迷いやすいコースとなっている。ありがとうございます。